今回は魚住駅に来ました。今回はゆっくりボイスをつけて紹介していこうかなと思っています。本日もぜひ最後までご覧ください。今回は先ほども言いました通り、兵庫県明石市の魚住駅に来ました。あそこに小さなバスロータリーがありますね。プラットホームの構造は相対式です。ご覧の通り、新快速は通過します。魚住駅には西明石から快速になる普通のみ止まります。加古川姫路方面の時刻表、ラッシュ時は1時間に6本、日中時間帯は1時間に4本です。魚住、築山、東加古川と止まり、相生から赤穂線と山陽線に分かれて、東岡山で合流して、最終的には岡山方面へ行き、大阪方面の時刻表、通勤時間帯は1時間に9本、その他は1時間に4本が多いです。ここから少しだけ魚住駅の北側のバスロータリーが見えますね。あれはキロポストですね。神戸から29キロですか。まだまだ山陽線の終点、門司までは遠いです。さて、魚住駅の歴史を紹介いたします。魚住駅は国鉄時代の1961年、大久保、魚住間に作られ、開業しました。1987年、西日本旅客鉄道の駅となりました。それで2003年には、イコカが使えるようになり、2009年には、上場駅舎となりました。これが主な歴史です。ためになったねウェストエクスプレス銀河ですか。いつかは乗りたいですね。どうやら、抽選の倍率が高いそうですね。では改札を出ましょう。さすが2009年にできた駅舎ですね。とっても新しく清潔感があります。さあ窓からはですね、新幹線が走っているところを間近で見られます。大阪方面の隣の駅は第2話で紹介いたしました大久保駅です。姫路方面の隣の駅は播磨、京都明石市にまたがる築山駅です。改札を出るとですね、セブンイレブンがあります。南口には最高にロックな学校の明石高専がありますね。北口には郵便局や市民センターがあります。セブンイレブンの横には、ダンマルシェという有名なパン屋さんがございます。魚住駅北口へとやってきました。ここは大きなバスロータリーがありますね。周りには大きな建物がございます。僕だけかもしれませんが、薄めの黄色と茶色を基調としたデザイン、心が浄化されていきます。JR 魚住駅の南西方向には東二見駅があります。また駅舎の中に戻るとき、階段にこんなのが貼ってあります。やっと魚住駅に到着です。達成感が半端ないですね。魚住駅にある路線図です。いやー、永遠に見ていられますね。魚住駅に来る前の印象は田舎の中にある駅っていう感じだったのですが、来てみると意外に栄えていてびっくりしたことがあります。ほんまに新しい建物が多いです。新幹線が走っていますね。駅の西側に車の往来が激しい踏切があります。駅のホームが間近で見られます。今回、第9話で魚住駅を紹介いたしました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次の動画でお会いいたしましょう。